殺してしまうなんて。胸が痛むわ、苦しいわ。え、何してるの、何してるの。お庭が汚れるじゃない。イグロさん、相変わらずネチネチして蛇みたい。しつこくて素敵。富岡さん、離れたところに一人ぼっち、かわいい。しのぶちゃん怒ってるみたい。珍しいわね。かっこいいわ。品津川さん、また傷が増えて素敵だわ。鬼になった妹をずっとかばっていたなんて、素敵な兄弟愛、けなげだわ。私は全て親方様の望むまま従います。私が言いたかった、親方様にご挨拶。でも疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握してないとは思えないです。うん、勝手に処分しちゃっていいんでしょうか。うん、こいつが